今日は潮流軍相手に強力な助っ人を用意した。この4人が揃えば潮流軍年末この大会で全てジ・エンド終わらしてやる。もう来年は潮流軍ないと思え。いいな。日本全国世界各国からいろんなレスラーをこの天竜プロジェクトに投入する俺たち潮流軍、今日は2013年の最後の戦い、最強の布陣で揃えている。来年に向けて絶対負けられない戦いがここにあるんだ。行くぞ。おっ、ガス野郎、今日は何の日や。ファンが俺らに感謝する日やろ。え、普段俺らが試合見伝ってんねんからな、今日は特別にお前らが俺らに感謝する日やぞ。お前分かってんのかガス野郎。ファン、おい天竜、無事に今年は年越せますかね。最悪の幸せにしたんぞ俺ら。まあそういうこっちゃ。天竜上選手とシングルマッチということで、まあちょっと自分は予想してたんですけどね、このシングルマッチは。前回はちょっと肩が負傷してたんで、今日はもうバッチリなんでね、ぶっ潰してやろうと思います。今日は年内最終興行ということで、相手は天竜プロジェクトのエースドラゴンジョーカーということで、今日がっちり勝って、またメインのバトルロイヤルもがっちり勝って、またこの勢いを来年につなげたいと思います。お願いします。15分経過。